で、その疑いの根拠としてこの3問が引かれてあります。すなわち原義の第2に、一方界に九北界を伏すれば百方界に千女瀬というような法門がある。つまり十界におのおの十界を伏すから百方界、それに十女を加えて千女瀬という法門が説かれているということを挙げられています。だから一年三千というのはすでにもう原義にあるんじゃないのと、まあ、言ってるわけです。疑い立ててるわけですね。それから次に文具の 第一に、一入に十方界を伏すれば一界また十界なり、十界おのおの十女瀬あれば、すなわちこれ一千と説かれてあるということが示されておりますと。で、この、まあいいですね、これも文具にやっぱり一年三千らしいことを言ってるじゃないですかと。なんで士官の語まで言ってこなかったのですか、あなたはそういうふうに断言するんですかっていう、そういう疑い。で、この一入というのは先ほども出てきましたが、これは十二入と言いまして、実際には十二あるのですと。で、十二というのは五音十二入十八回というのを三家の訪問と言いますが、その中の十二入のことで、仏教の上から見たところの我々衆生の一切の認識の内容を説明するものでありますと。で、ここにちょっと簡単に図を入れときました。下にまあ芸家の説明がありますけども、六所、まあ、六根というのがあります。六根、これはあの我々が持ってる方ですね。眼、目、耳、鼻、舌、それから身、それと意、心であると。で、これが何を対象にしているのかっていうのがこの六経なんですね。当然まあ聞けば分かると思うんだけど、目はいわゆる色、色っていうのはあの物質って意味ですよ。まあ、色、色というよりも物質ということですね。で、目はこの実際のこう物質を見ている。そして耳っていうのは声を聞いている。鼻っていうのは香りを嗅ぐ。それから舌っていうのは味を味わう。身っていうのは触れる、この触れるものを対象にしている。で、意っていうのは法を対象にしているっていうんですね。だ、これが六根が対象にしているのが六経と言います。6つの経ですね。で、それが今度はその認知する、このあこういうものだなっていうふうにその認識するところが六識っていうんですね。で、これがまあまあそのまんまです。眼、まあ原識に二識、原に美識、絶識、心識、意識と、まあこれで6×6+6=12 で、それにまた6足すから18回と、まあ、こうなるわけですよ。で、これはね、我々がこの外界をこの認識するっていう基本形として、清浄仏教等に説かれていた原理なんだけど、これはね結構基本的に知ってないと御所にも相当な頻度で出てきますから、まあ、いい機会でこれ覚えておいてほしいと思います。で、その十二入というのは我々が外界に何によって演ずるかといえば、目で物の形、姿、形、色等を見る。これが今言ったあれですね、色、色を対象にしている。で、耳で音を聞く、鼻で匂いを嗅ぐ、舌でも、舌で物の味わいを知る。それから身体で熱いとか冷たいとか、そういう刺激を感じる。それにそれらを統合統一していろいろな法の内容を判じていくのが、第六式の意識でありますと。これが今18回の説明の簡単なところですね。で、この第六式神王と神女のために六根は絵所、外界の拠り所となって隣ね、六経は初縁となってその作用を生じかつ増長します。まあ、ちょっと面倒くさい言い方ですけども、まずこの神女っていうの、まあまあいいや、第六式の心の、まあ一つの 元ですね。そのいろんなその、まあ、神女説明しちゃいますか。六式など心の統一的主体である神王に相応して随伴して起こる主樹の精神作用、わかりますね。だ、心っていうその王庭が一つあって、その働きによってその、他の六種いろんな主樹の働きがこう起きてくる。
だから真の心の王様っていうとこと、それから神女っていうのはそこからこう働き出した枝葉みたいなもんですね。で、それで、今言ってるところはこのちょっと難しい表現ですけど、六根、つまり我々が持ってる目耳鼻云々っていうのは外界の、外界から物が入ってくる、いろんな情報が刺激が入ってくる、その場所のことを言うんですよ。だから外界への拠り所、その目耳鼻口舌、身をもって身と、それからまあ心を持って外界というものを受け取っているんですよ。外界の拠り所というんですよと。それからちなみにね、この諸絵とか、脳絵、まあ諸絵の反対語は脳絵になるんですけど、この脳書、書とのっていうのも読み方をちゃんと覚えておくとあと楽で、この通りなんですよ。寄るところ、漢文だから、レ点が入って、この寄るところっていう風に読むと分かりやすくなるんですね。だから外界に対して寄るべきところ、それが六根ですよと。そして六経っていうのは今度は諸縁となる。縁ずるところ、縁をするところ。六根が縁をするところって読めば、あ、なるほどなと。それは要は今説明した通り、目は物の形とかそういうものを縁をしている場所、縁をして認識、最終的には認識するっていう、それ同じですね。耳もそう、声を聞いて、そしてそれを縁、声を演じて、そして認識をしていくっていう、まあそういう意味です。六経は諸縁となってその作用を生じ、縁として作用しているってことですね。かつ増長しますと。で、今神女は説明しました。で、すなわち元に美絶神に異、このあ、これ仏教的にはこれ、元に美絶神にっていうふうにこう続けて読みますね。の六根が、心神女の初縁となりと。わかります？今度は目というもの、耳というもの、この感覚器官とかいうものはその一番の元の心、あるいはその心から起きてくる精神作用のまた縁ずるところになってるんです。縁をするところになってるんですよと。だからまず心が働いて、そしてその六根が動き出すっていうことですね。で、それが外界の六境にいるのでと。外界のその、縁ずるところ、初縁の対象にその六根の働きがこう入っていくから、なので六根は六境に対し、出た納入となります。このさっきの、書と納という使い方ね、納というのはよく入るって意味なんです。能動、まあ、この字の通り積極的に能動的に入る。初入って言われると今度は、能動されて入ってこられるところと、こういうふうに納と書っていうのは必ずセットですから、常々、ね、覚えておいてもらいたいです。これ高度な訪問になってきてもこの脳書っていう縦分けはものすごい頻繁に使われますから、もう脳と書って言ったら、受ける側とそれから能動的に入ってくる側っていうふうにもうガチッと覚えておくことですね。で、この六経に対して納入となります。六根は要は目耳離してやってるこの感覚器官はそういう色と色、物質とか香りとか音とかそういうものに対してよーくこの、よーく要はこのね、入ってくっていうか、それを認識していくってことですよね。感じ取るっていうことになると。で、また六経すなわち色相香味足、これも仏教的にはこう読みますね。色相香味足、で、法は、そのプラス法は心神女の初縁、また出たよ、初縁となるって言うんだよ、縁ずる対象になる。そうですね、その通りですよ。六経というのは元を正せば心とかその心から起こるいろんな精神作用のそれの縁をする対象になってますよと。で、六根によってその内容を了知するので、六根はまさにその感覚器官によってその存在なり意味、その味わい、いろんなものを納得する、受け取るので、
認識するので録音に対してめんどくせえな初入となります、今度入るところと入られるところいうことですね。だから、外界のそういう存在というものは心のこの入られる対象になるんですよと、まあその通りなんですけど、それをまあ初入、入られるところ、入るところ、まあこの場合は入られるところって読んだ方がいいですよね。でこのように互いに、根境が相対し相対し十二入になるのでありますと、さっきの図を思い出してください。だから六根と六境が足してこの相対するもんで足して十二になるんですよと。そしてそれをまあこの刺激を受ける側、受けられる刺激として認識される側ということで、その総称して入、入れる、入るという字を書くんですね、当てるんですね。でこの場合一入というのですから、あるものを見るというその見る一つの入の中に実法界が備わっているというのでありますと。見るところに地獄界から十界仏界までが備わっていると、まあ言うて地獄の根性で見る、堕きの根性で見るっていうのではもうそこに十法界が備わってるんですよと。有名なのは一水試験っていうのがありますもんね。インダス川の 川の水も境外によって同じ川の水なんだけど見え方が全く違いますよっていう、これがまさにこのことを意味していることだと思うんですね。でこれは徹底した実相の姿を端的に示されたものと言えます。その十法界にまた十法界が備わるから百法界となり、それに十二如是が備わって一線となるということでありますと、でまあ、これが今原義と文具のご説明を、芸家がされたってことですね。2つの、陰問されてきた、疑って曰く、ここにこう書いたんじゃないか、文具に原義にこう書いたんじゃないですか、文具にこう書いたんじゃないですかっていう、この意味合いをざくっと、こういう意味として説明されました。